これ多分さ、誰が、ボルゴ当たりすぎだ。あ、まあテストビルドだから、やりたい、その場所でゲームがしたい。というのは、普通だから。なんかね、低くなってる気がする。正方形、本当に。この音なんだったっけ。まあレースはオートベースじゃなかった気がする。だからまあ健全にゲームできそうだね。あ、スカルマーチャントじゃねえか。スカルマーチャント結構変わったんだよ、大幅に。いろいろ微妙な弱体化が起こってるみたい。データで探知するときに止まってる人は探知できなくなったって。だから発電機固めが難しくなったってか、なんつうんだろう。発電機回してる人の方は分かんなくなった。スカルマーチャントだと思うよ、多分。違う？あの音。今井さんじゃないの？アンドレアな今井さんじゃないよ。私が本気で使っている、ハリータちゃんのライバルですよ。ハリタ対アンドレアナ今井ことスカルマーシャンとの宿命の戦いですよ。宿命の戦い。でもさ、罠を仕掛けねえのも変だよ。罠仕掛けなかったら、罠仕掛けないトラッパーとか、疫病、まかないプレイグって、マジでラッキーボーナス問題だから、でもあの、金音って、スカルマーチャントけど、おい、さっきのメグじゃねえのこれ。どれだけ好きなんだろうね。まあいいんじゃない。どれだけデッドバイ好きなんだろう。だから、まあね、パブリックテストビルド多分ね、まあ普通の PC 必要だから、上手に見るしかないんだろうな、まずな。2人も来たけど、まあこの辺は絆で俺見えてるから、この辺は俺が2人がもう来てしまってるから、もうとなって戦わないって。あ、もう発電機回してる人、狙われてた人、これが見えてるから、もうそこから遠ざかる動きしました。チームプレイです。自己中心的なプレイじゃなくて、2人を生かさなきゃいけない。発電機回す人、やられてたフェリックス、この2人のためのプレイをしました。自己中心的じゃなくて、まあ、そこで回してた人いたけど、もうそれしょうがないんで、もうそれはもうそこまでかばってたら俺の進む範囲がなくなるから。回させる。なんかもったいねえ。おい、これダメだな。空気読めねえわ。じゃあもうこっち直すわ。こっち直して、メグにも回、メグか、メグ回復だな。くるくる。
見えてるから大丈夫。二人は救助したがりだけど、今回のケースだったら、うん、わかんない。状況によって変わるかもしれないけど、行った方がいいんだと思うけど。これがヒロちゃんの、あ、いや、もういいんだ。もういいんだ。しょうがねえわ、むしろ。問題は、回してたところにたどり着けばいい。トラする。気づいてほしいけどね、気づいてほしいけどね、あそこに気づいてほしいんだけどね、誰も気づいてくれねえんだろうね。フェリックスぐらいか。あそこに気づければ勝ちなんだけどね、あそこに気づければ勝ち。いや気づけねえからな、他の人が。だから気づくのが持ってきたお前できるよ。誰も気づかねえってのがいて、もうまあいいよ、もう一人のメグが回してるから。まあここでもう一人は多分来てるから立て直してからやるわ。時間はある。まだ、まあもう一人のメグが回してるから、よしてもらうか。まあいいや、どうぞよしてもらうか。あ、いや行ってもらうわ。披露する気ないみたいだから。本人が何か考えがあるんでしょう。増えた。ただ救助は行く。行かないと勝てない。これが救助行くのが大事、絶対条件。暗視フェイスキャンプシステムがあるから、あの、これからちゃんとキラーに向き合おうとする人は露骨なまでなプレイしない。大事なのは発電機を回させることだ。治療入れる。治療入れるからよ。何してんだよ、こいつよ。見たらわかるだろう。大事なのは今、チームのためにプレイすることだ。なんでこう自己中なプレイしてんの。チームのためにやるんだ。チームの一生のために意地を張るんじゃない。大切なのは一生だ。勝利のためのプレイをするんだ。ための一生する、チームのためのプレーするんだ。大事なのはチームプレーだ。敵が来るのは分かってる。敵が来たらいいんだよ。他の人は助けられるんだろ。で、他のゲートから抜けられるだろ。八角を生むチームのためにやるのだよ。小技チーム、全てがチーム。逃げちゃダメなんだ。やられてもいいのだ。チームのためにやるから、これで3人抜けられるでしょ。これでいいのですよ。求めているのは勝利だから。立て直しは効かないから、もう抜けていいんだよ。まあ俺も、まあ、こっち来てくれれば救助できるんだから。バイバイ。これが、これが、これがヒロちゃんだと思います。素晴らしい。
確定一勝。チームのために。勝利の女神が惚れるプレイヤー。ずる賢いプレイヤーじゃない。チームのための一勝を取る。言ってる通り。ずっと自分が抜けるためにゲートを開けてる。いや、チームのために抜けてる。こんなゲースもある。わかってる。あそこのゲートを開けることが絶対条件だな。そうすれば他のエリアの人たちが助かるからね。チームのためにやる。狙われたらチームのためにやる。狙われてなければ俺はもう、抜ける。何があっても、変わらずに。もうそれ以上はもう意味がないから、俺が抜ければ勝ちだから。熱いゲームだった。ヒロちゃんの熱いゲーム。これからね、ダルマーちゃんともね、アントレスもそこまでね、露骨に固めていかない。まあ、カニバル使えは、あれは多分、グレーゾーンだったけど。グレーゾーンで、助けに行った奴らが悪いけど。なんでここのパブリックデスビルトにメメント使ってんだろう。使っても減らないんだったっけ？パブリックデスビルトって減らないんだったっけ？使っても減らないっけ？だから頑張れば4人を維持できてれば頑張って勝つケースが跳ね上がって